までやってるの？少しは休憩なさい。いい仕上がりだわ。いい感じだわ。今週はレースがあるわね。いい感じだわ。嬉しそうね。一番人気よ。ただいまより投票受付を開始します。今年も名勝負が期待できるか、和産地北海道で行われる大一番、札幌記念 2000m、 まずまずのスタートといったところであります。先頭に立つのは何か。先頭に立ったのは10番エイアンマッスル、強化エースが追いかけます。セサロニアン、11番ヒットザマーク、そしてその後ろから石庭竜王、外から1頭ストロングファイザー、12頭第1コーナー右にカーブを取ります。内を通りまして3番北西ヤンガー、それから2番スタート賞成り立ちからが、その後ろちょっと離れて5番ゴールデンアイであります。そして外からは成田大臣、そのうちに片野東賞。さあもう一度前の方に戻ってまいりますと、2馬身くらいの差をつけて平安マッスルが先頭です。前前での競馬強化エースと田原騎手、大歓声が上がる札幌競馬場。先頭ヘイアンワッスル、足が止まった。外からはスタート後、先頭は10番ヘイアンワッスル、スタート後、先頭に立ったヘイアンバーが、2番手パタノト後が差を詰めてくる。スタート後1着札幌記念、勝ったのは2番スタート後だ。残念。1着2番2着1番3着以上のように確定しました。レースを終えた馬が戻ってきたわ。
達成よ。拍手が湧いている東京競馬場、伝統の天皇盾を継ぐのはどの馬でありましょうか。さあ行こう天皇賞。11番エマニンゼファー、ちょっとタイミングが合わなかったようであります。先頭に立つのは何か。先頭に立ったのは大方の予想通りツインターボです。その後ろ3馬身くらいあって、3番藤山健山、1番ホワイトストーン、12頭第2コーナー左にカーブを取ります。外を通って5番神のクレッセ、そしてその後ろから成り立ちからオレンジの帽子にご注目ください。これが一番人気のライスシャワー。そしてその外に石庭竜王。さあ気合はどうなんだ。6番片野東照、この大舞台で巻き返しに燃える人馬です。それから11番ヤマニンゼファー、
ウィッシュドリームがそのうちにいます。それからもう一頭、2番イクロディクタス、そしてしんがりからムービースターであります。先頭の方はどうなっているか。ツインターボがレースを引っ張るようになりました。ちょっと離れて3番藤山健山であります。それから足毛の馬体ホワイトストーンであります。5番カミノクレッセ、成田木からがその後ろ、ライスシャワーはこの辺り。さあ、あなたの相棒は大舞台で力を見せつけることができるのか。先頭行くのは7番ツインターボ、ツインターボが抜け出した。内からは藤山健山が来ている。先頭はツインターボ、外からはライスシャワー、2番手にライスシャワー、先頭中立とツインターボ、先頭は7番ツインターボ、捉えた、かわしたライスシャワー。ウィッシュドリームが差を詰めてくる。ライスシャワー1着、天皇賞秋、勝ったのは9番ライスシャワーだ。レースを終えた馬が戻ってきたわ。何かよ。